お、カラス。危ないよ。あー、このクソカラス、焼き鳥にしてやる。待てー。くそ、挑発してるな。宿の人に謝ろう、迷子になっちゃうよ。あ、いや、生まれがこの辺りでね、車で結構通ったりしてたから丘の上の病院で生まれたんでしょ。アクア君、思い入れのある場所だって言ってた。あの場所は私にとっても大事な場所だよ。どうだ、あかねちゃんも B 小町入らない？私は得意分野以外は点でダメで、電離屋の時もそれはそれは大変で。逆にルビーちゃんは役者に興味はないの？ちょっとある。私でよかったら教えるよ。嬉しい。いつかドームでライブやって、みんなが知ってるアイドルになって。よく頑張ったな、ずっと応援してたぞ先生。ねえ、あかねちゃんは年の差っていくつまでいける人？って何？突然恋バナ？ルビーちゃん、年の離れた好きな人がいるんだ。うん、私がずっと一人だった時にそばにいてくれて、いつも励ましてくれて。先生がいなかったら頑張って生きようだなんて思わなかった。生きる意味をくれた人。わかるな、好きな人がいるのっていいよね。どんどんアタックしていこう。なんなら私も協力するから。どこにいるかわからないんだ。突然職場からも消えて消息不明になっちゃったんだって。どうせ大方女性トラブルでとんずらこいただけだと思うきゃ。私が何度好き、結婚しようって言ってものらりくらりかわしてさ。だけどそれでもいいの先生、私16歳になったよ。もう一度会いたいよ。こうすにしてるんだ。ルビーちゃん戻って。白衣、お医者さんかな。だって